ウィリアム・アドルフ・ブグロー、ザ・ディフィカルト・レッスン・ハイパーアレクシアとは、読み書きの能力が一般の子供より突出しており、低年齢で文字や数字や記号を覚える。ハイパーアレクシアは単なる発達特性であり、必ずしも、後半性発達障害や ADHD などの発達障害ではない。大部分、または、すべてのハイパーアレクシアの子供は、 自閉症スペクトラム障害に含まれると主張する専門家もいるが一方でハイパーアレクシアにおける自閉症の関与は完全にハイパーアレクシアのタイプによって異なると主張する専門家もいる自閉症の子供の5から10%はハイパーアレクシアであると推定されているハイパーアレクシアの子供の特徴として平均または平均以上の IQ と 年齢相応以上の単語解読能力を持つ。1967年に初めて命名、報告された。通常の水準をはるかに超える単語認識能力として見ることも可能であるが、ハイパーアレクシアの子供の中には話し言葉を理解するのが困難な場合もある。ハイパーアレクシアの子供は文字や数字に大きな関心を寄せ、言語を解読することは非常に得意であり、 そのため非常に幼い年齢で本を読み始める。ハイパーアレクシアの子供の中には、文字数の多い単語、例えばエレファントの綴りを2歳になる頃には覚え、3歳になる前には文全体を読めるようになることもある。ある子供のフメリー調査によると、神経学的に見れば、ハイパーアレクシアとディスレクシアとは正反対の状態であると言える結果であった。 ディスレクシアの子供は単語解読能力に乏しいものの平均または平均以上の文章読解能力を持つ。それとは対照的にハイパーアレクシアの子供は単語解読能力には優れているものの文章読解能力においては劣っている。ハイパーアレクシアの子供は早熟な読解能力に関わらずコミュニケーションに苦労する場合がある。ハイパーアレクシアの子供は 読解能力の習得は早くても、発話の習得は丸暗記と反復によって行われる。文法を具体例や試行錯誤から習得するのが苦手であり、それにより日常生活に支障が出ることもある。言語習得時には単語や文を反復するなどの大ム返しをするであろう。また、多数の語彙を持ち、物や絵を認識できたとしても、それらの言語能力を有効利用できないことが多い。 自発言語を書き、実用的な会話の習得は遅い。ハイパーアレクシアの子供は、誰何どこなぜどうしてといった質問に答えることに苦労することが多い。多くの子供が4歳から5歳にかけて、コミュニケーション能力は格段に上がるが、ハイパーアレクシアの子供とそうでない子供を比べると、ソーシャルスキルの発達で遅れを取り、また子供同士で遊ぶことに、 あまり興味を示さない。一例として、ハイパーアレクシアのタイプを3つ指摘できる。一般的に、ハイパーアレクシアと自閉症は関連しているとされるが、ある69歳の女性は、サノウマエオビ上皮質と脳量の脳梗塞のために、ハイパーアレクシアになったと見られている。ありがとうございます。